こんにちは木村よし子です今日は2024年7月19日金曜日ですね、えー、今日の気になる銘柄ではですねほぼトラ相場に備えると題しましてお届けいたしますまあ,あ選挙は水物ですから、えー、まだね予断は禁物ですけど今年の11月5日のアメリカ大統領選挙現状ですと、まあ、ほぼですねトランプさんで間違いないのではないかというふうな情勢ですねでトランプさんの 描いてらっしゃるアメリカ像ですね。まあ、あの先般も孫娘の方がものすごくね上手な演説をされて聴衆の気持ちをグッとつかみましたけどね。トランプ大統領のこのおじいちゃん私のおじいちゃんはみんなが思ってるような人ではないですよと良き家庭人だし良きおじいちゃんですしそして良きリーダーでありますよというようなことを主張されまして聴衆の気持ちをグッとつかまれました。で トランプさんからこの感じ取れるのはですね家族が根幹となってその家族が幸せに生きていくためにはその仕事がなければならない仕事をそのしっかりと獲得するにはですねアメリカ経済が強くなければいけないということは行き過ぎたドル高は是正してですね産業界に新しい、ね、力を取り戻さなければ世界的な競争にこの遅れを取ってしまうということですよね。 そうすると今我が国ではインバウンドで様々な国の方たちが日本に遊びにいらしてますけどもこのそれを支えている円安もですねどこかでちょっとね居所を変えてくる可能性が予見されますねそんな時にですねま海外事業比率の高い企業はこれからどうするのか 為替が変動したときでも大丈夫なのか想定為替レートはどうなっているのかそして、えー、事業の基盤であるですねビジネス界へのこのトランプ相場の影響はどのようなものなのか、まあ、そんなことを考えながらですね、えー、自分の持っている銘柄の点検をしておきたいですよね。行き過ぎたあ円安も是正される可能性があるのではないかなというふうに思います。そして トランプさんと言いますとパリ協定からのですね離脱を前回はなさいましたねそうすると再生エネルギーでなくエネルギー政策も変化の兆しを見せるのではないかと思いますねまあ、そこでそうした環境に耐えられる銘柄かどうかご自身のポートフォリオを 見てみてはいかがでしょうか。えというわけで、ほぼトラ相場に備える私なりの解釈で今日はお話ししていきたいと思います。えそしてご質問いただきましたね銘柄についても分析していきたいと思います。本日もよろしくお付き合いくださいね。それでは始めてまいります。 えニュースサイトではですね、まあ、トランプ狙撃事件とあの写真で、えーまあね、トランプさんが手を突き出して拳を上げてファイトと叫んでらっしゃるそして正常期があ写っているあの象徴的な写真ですね、まあ、それでものすごくその印象に残ってですね、えー、トランプ支持の団結が固まっているということでほぼ、えー、ラというね、えー、流れになってきているわけですけども。 それで大統領選は決まりというのは早すぎるという報道があったりですねそして、そのアメリカ大統領選挙のトランプアメリカ第一主義で団結演出ということでですねトランプさんが演説をこの成功させてですねそしてトランプさんがこの大統領に返り咲くんだというね意見もあったりしてまだね予断は許しませんけれども一応、ですねトランプさんのこの今の主張はですね 減税と規制緩和物価高をこの織り込んで,です、ね、これから先アメリカを強い経済で引っ張っていくという、ね、ことをおっしゃっているそこをよりどころにしてです、ねまあ、今現在の手持ち株をどのようにこの見直していくかということの着手につなげていきたいと思います。今ののととところです、ねまあ、規制緩和アメリカの品をもっと、ね、輸入するという流れが続くならば まあ日本の物流リートですねそんなところも職種が伸ばせる対象ではないかと思いますまあ、現にブラックロックはですね物流リートを買い増ししておりますのでまあ、そんなところをねまず手がかりに見ていきたいと思います え、さてですね世界的な運用強者でありますブラックロックですねコード番号8967の日本ロジスティックスファンドの買い増しをしておりますで、こちらはですね名前から想像できるようにですねまあ、物流リードですね所有物件はですね横浜あこの 町田物流センターそして市川物流センターそして新木場です、ね、物流センター草加物流センターなどを保有している物流リードですね、まあ、このような銘柄に目を向けてですね、まあ、ちょっと持ってみるっていうのもですねいいんじゃないかなというふうに思いますね。でこのですね物流リードの価格は現状ですね26万4000円となっております。 でまあ、ちょっとね金額的にどうかなという方もいると思うんですけどもこの3年チャートで見ると、まあ、右肩下がりで買いやすい状況になっているのではないかと思いますね。で5年チャートにしてみますとですねまあ、こんなような状態で一貫して右肩下がりで推移してるんですけれども、まあ、こうしたね、えー、買いやすい水準のところで拾っておくというのもねいいんじゃないかなというふうふに思いますね。日本ロロジススティッッックククファンド投資法人、えー、ブラックロックがあ まあ買い増しをしている状況ですね三井物産がスポンサーで首都圏近畿圏の物流施設に投資をしておりますまた再開発も手掛けている会社ということでですねまあ、若干この金利高ですとかそういう面にはまあリートを全般に言えることですけどもあの借入金額がそれなりの額があるということでですねそれは嫌気材料なんですけれどもーリートへのこのめくばせも このねトランプ相場に備えるっていうアイデアで、えー、浮かび上がってくる銘柄の一つではないかなというふうに思いますねそれではもう少しねロングチャートで見ていきたいと思います、えーえー、日本ロジスティックスファンド投資法人三井物産がスポンサーの物流リ,リードです こちらがですね、えー、冷やしチャート、ゴールデンチャート社さんからお借りしております。えー、1月と 7, 7月がですね、権利付きの分配金が、権利が得られる月ですね。ちょうど今月ですと29日に買えばですね、29日前に買えば分配金の権利が取れますので、まあ、チャートの形状もですね、おとなしいので、これ個人投資家さんにとってみるとね、まあ、買いやすい状況ではないかなと思いますね。まあ、 よく言えばもう少しね10万円台だったらより嬉しいんですけどもでもまあ26万4000円というね状況で投資のなんか分配金得られるものないのっていう方は検討してみてもいいと思うんですよね。で分配金利回り税込みで見てみますと4.02%売り上げも少しずつ増えていますので投資対象として研究してみたいですね。 さて、えー、まああのー、着目点としては同じようなねところを見てらっしゃるんだなというねコメントをいただきましたので、まあその方のご指摘されている銘、えー、柄も研究対象として見てみたいと思います。えー、今画面は日本ロジスティックスね、えー、投資法人です。物流リートを探してらっしゃる方、これからねトランプ相場があやってくるということを予見すれば。 物流が活発になるということでですね、物流リートへの視点も、えー、いけるんではないかなということで選んでみました。ぜひ研究してみてくださいね。えー、さて、コメントいただきました、銘柄ですね。3481、えー、34三菱地消物流リート投資法人はどうですかという、ね、コメントいただきました。えー、とても鋭いですね視点だと思います。えー、ほぼでで物流が盛んになるという、ね、そういうううねそロジックで まあこれはあくまでも仮定ですけどね視点、まあ、としては私も同じようにあのこういう物流リートに注目するのがいいんじゃないかなというふうに思っております。でえー、くしくもですね先ほどご案内した物流リートは1月7月がこのね分配金のいただける確定月でしたけどもこの三菱市場物流リートはですね、えー、2月8月なんですね。 ということはあ2つ持てばですね続けて分配金がもらえるということでインカム生活の充実にはですねありがたいですね、えー、そこでですねこの三菱地所物流リートどんなね物件を持っているのかということをねホームページから見ていきたいと思います、えー、こちらはですねまあ、えー、この、えー、福岡ですとか厚木そして神戸三田ですねそして大阪 えー、名古屋、まんべんなくいろいろ持っているわけですね。で、えー、ポートフォリオマップで見ていきますとこんな感じですね、東京圏、そして名古屋、そして近畿ですね、まあ、あの物流の拠点に充実したーリートとしての運用物件を持っているということですね。で、ポートフォリオデータを見ていきますとですね、34物件持っているよということですね。 そしてテナントの構成なんですけどもこちら、ですね日本通運さん、そしてですね、えー、この三井倉庫、そして日本リアリスト、そして、えー、サンキュー、です、ね、エロンコジャパンですとか木村ユニティ、えー、三鷹倉庫、江南商事などのテナントさんが多いということですね、えー、をいただいているということですね。そして稼働率の推移なんですけども えー、比較的ね、ねこのようなデータとなっておりまして、えー、このね稼働率ほぼ100%というものもありますし99.9%という状況もありますので、まあ、充実した分配金をこれからも得られるのではないかと思いますね。あのー、これからですねほぼトラスオーバー、まあ、いろんなことがありますからねトランプさんが無事に大統領に選ばれるまでにはまだまだ山田にあるかと思いますけども。 物流が盛んになって、えー、円安も少しですね落ち着いてくればいいなと思っています、えー、このね7月8月分配金をもらえるスケジュール感で、えー、両方とも注目していきたいと思いますそれではこの後雑談です、えー、ここからは雑談タイムとさせていただきます、えー、いよいよ梅雨明けそしてこれからね10月の中旬ぐらいまでね結構暑い日々が 続くわけですよねまあ、そこを生き抜いていかないといけないわけですけれどもまあそののの基礎とななるのは体ででですすだけど食欲が湧かないものですよねでやっと気力を振り絞っていろいろ作るんですけどもその作ったものをこのちょっと作りすぎてしまったりしてでちょっと時間を置いてからさあ食べようと思うとですねもう足が速くてね傷んでることがありますよね。でそこででそここすね、えー、まあこの せっかくのね食材を捨ててしまうのはもったいないし罪悪感もありますし、えー、この残念なことなので、まあ、猫の腰下ずかなものでもですね小さなフリーザーバッグに入れて冷凍するようにしています。で外出先から帰ったらそれをね、えー、この水につけてこの解凍していただくようにするとですね、まあ、無駄がなくていいかなと思いますね。で それを怠ってしまいますと、まあ、鍋に少し残しておいたりするともうね悪くなっていることが多い季節ですから気をつけたいですね。でそのようにしてなるべく無駄をね発生させないようにしてそして先日紹介されていたあのメディアで紹介されていた方で10年間洋服を買わないっていう、ね、風に決めて今あるお洋服をこういろいろデザインを変えて自分で手縫いしたりしてですね え着潰してからそしてまた新しいものを買うというようなね生活スタイルにしてるんですよという女性紹介されていたんですけどもそうですよね夏はね結構バーゲンしますよねでそういうところに遭遇してですねあこれも安いあれも安いなんて言って買ってしまうとですねまあいつの間にかとんでもないクローゼットもう満杯状態になりがちですのでまああえてねぐっと絞って えー、買わない用心をしとかないと、まあ、つい買い,買いすぎてしまいますよねでもそういう無駄はしないようにしてそしてしっかりとねいい株を買って配当をいただくというね生活を充実させていきたいなと思っています。えー、そしてレオちゃんですね毛皮を着て生きていますからね暑そうですしまたね庭に出た時に飲みにたかられてですねまあこのちょっとかゆがってることがあってですね一生懸命ね こうのみをこうすくい出せる櫛で持って、えー、ブラッシングをしてあげていますで結構ね取れます、えー、どこかでね拾ってくるんでしょうねパッと体の中にくっついちゃうんでしょうねでそれをやると、えー、その後安眠してるみたいですさあ今日のレオちゃんの様子も見てくださいねそしてまた来週頑張っていろいろと動画上げていきたいと思います良い週末をお過ごしくださいそれではレオちゃんです今年はですね うまくエノコロ草ばっかりをこの育てることができましてここがレオちゃんのサラダバーになっています、まあ、レオちゃんはね意外と不器用なんで上手にね葉っぱをかじれないんですけどもでもここにねサラダがあるなっていうことは分かっていて朝ごはん食べる時にはあのちょっとこう身の調子がいまいちの時はここのねサラダバーで整えているような状況です。 でレオちゃんはねすごい警戒心が強いのでカメラを向けるとすぐ逃げていっちゃうんですけどもこれがねそのサラダバーの種になるところですね昨年から収穫していて、えー、オリーブの木の根っこのところに巻いてですねサラダバーとしてみましたでここがレオちゃんのお気に入りの場所なんですけども近所のにゃんこちゃんがいっぱい来るのでレオとしてはここに出てきたいんだけど緊張しちゃうねねねっ 歯の様子はどうですか、リオちゃん。ちょっとね、牙が抜けそうになってぐらついてるのと、お腹がね、ちょっと出血してるんだよね、痒くてなめすぎて、皮膚が破れて出血してるのか、にゃんこちゃんにやられて出血してるのかね、ちょっと分かんないんですけどね、リオちゃん、サラダを食べて、朝ごはんも食べて、楽しいね、味方もここにいてくれてるし。 とということでまた来週レオちゃんの様子を見に来てくださいね。良い週末をお過ごしください。